フルブレックファストのメインディッシュの一例フル、ブレックファストは、イギリスやアイルランドの伝統的な朝食である。各地域ごとにイングリッシュブレックファスト、スコティッシュブレックファスト、ウェルシュブレックファスト、アイリッシュブレックファストのように呼び名が変わる。また、より口語的に、フライアップとも呼ばれる。イギリス料理について述べられるとき、 しばしば、イギリス料理で一番美味しい料理として朝食が挙げられる。フルブレックファストを称賛する際には、作家のサマセットモームが残した、イギリスで美味しい食事がしたければ、1日に3回朝食を取れば、いいという言葉が引き合いに出されるが、昼食、夕食の質の低さを皮肉って、このモームの言葉が引かれる場合もある。しかしながら、イギリス以外の欧州、 つまり、大陸式の朝食が簡素なものであるのに対して、より量と栄養に優れているのも事実である。現在では、イギリス以外に、ドイツ、オランダ、北欧三国でも取り入れられている。レストランやパブによっては、朝だけでなく1日中フルブレックファストを提供する、店も存在する。牛乳に浸したポリッジ朝食として出された、ブラックプディング。 ベイクドビーンズ、マッシュルーム、四角い、ソーセージキッパーと、目玉焼き伝統的な朝食は、起き抜けに飲む一杯の紅茶に始まり、続いて、以下の料理が出される。中世イギリスの富裕層の朝食にはパン、茹でた牛肉や洋肉、チーズ、ニシンの塩漬け、ビールもしくはワインが並び、貧しい人々はおきがけに、あり合わせのものを食べて、空腹をしのいでいた。 しかし、18世紀以前の資料に、イギリスの朝食に関する記述は少なく、朝食を摂取することは滅多になかったと思われる。1760年代になると、朝食の習慣はイギリスに広まっており、おそらくこの頃から、産業革命後の重いイギリス風朝食への移行が始まった。産業革命期に、イギリスが世界情勢の中心に台頭すると、 中国から輸入された紅茶、西インド諸島で生産された砂糖を従来よりも安価で調達できるようになる。さらに1852年に砂糖関税が撤廃され、東インド会社の貿易独占権が廃止されたことで紅茶の輸入が自由化された。また、かつてはイングランドで敬遠されていたオートミールが全国に普及し、労働社会級の間に ポリッジと砂糖入り紅茶を中心とする重い朝食が成立した。こうして産業革命期に労働者階級の間にボリュームのある朝食が定着し19世紀のビクトリア朝時代に一般に知られるフルブレックファストが成立する。ビクトリア女王が遅めの夕食をとることを好んだために上流階級も女王の習慣に合わせて 本来昼食だったディナーの時間を夕方にずらし、朝8時から9時の間に、ボリュームのある朝食をとるようになった。ボリュームのある朝食は、農村部の共振にとって都合が良く、農民は作業の前にカロリーを蓄えるために、多量の食事をとり、カロリーに富消化の良いポリッジやベーコン、ハムを朝食としていた。また、新しい形式の朝食は、 ボリュームのある昼食をとることが難しい都市部の上、中流階級からも歓迎された。ビクトリア長期の英国社会では、家族間の関係の強化が求められており、朝食が1日の中で一番重要な食事に位置づけられた。かつて中3階級の家庭では、夫と妻は別々に朝食をとるのが普通だったが、この時期に家族全員が揃って、 朝食をとる習慣が生まれ、朝食の量と質も向上する。当時の上流階級の朝食では以下の料理が出され、またカツレツ、ミートパイ、冷製のハムなどの新しいタイプの朝食が一部の特権階級の間で流行したが、中世以来の肉とビールを中心とした食事も健在だった。この豪華な朝食はエドワード7世の時代まで続いた。しかし、 朝食の内容は階級によって差があり、その傾向は大工業都市で顕著だった。ビクトリア長期の旧否認で出された朝食は、水っぽいポリッジと硬くなったパンだけだった。今日では、評判が極めて悪かったイギリス料理がかなり改善の傾向が見られるのに対して、イギリスの朝食は簡素化する傾向が強くなっている。ロンドンのホテルなどでは、 伝統的な朝食に代わって、アメリカ式の簡易な朝食が供されるようになりつつ、あるが、B&B の朝食は、伝統的なフルブレックファストが主流である。一般家庭の朝食には主に以下の料理が出されており、生野菜、ハム、チーズが出されることは、あまりない。過去のイングランドの朝食では、ポーリッジの代わりに、フルーメンティが食べられていた。 冬の間イングランド人は蜂蜜、砂糖、温めた牛乳を加えたフルーメンティを食べ、ポリッジが普及した後も一部の地域では、フルーメンティが食べられている。また、ランカシャーでは昔と同じく焼いたブーダンが食べられている。目玉焼き、ブラックプディング、肉の加工品、マッシュルーム、ベイクドビーンズ、 ハギスが並ぶ朝食スコティッシュブレックファストは食通なら誰でも世界中のどこで夕食をとっても朝食はスコットランドでとるだろうと文学者サミュエル・ジョンソンが絶賛したことで知られている。フルブレックファストには特にスコットランドの習慣から受けた影響がよく見られる。スコットランド人はイングランド、ウェールズ、アイルランドなどた地域の人間よりも多い量の朝食を食べ、 紅茶を何杯も飲む。朝食用のソーセージが初めて作られた、アバディーン、トーストに添えられる、マーマレードの発祥地とされるダンディーはいずれも、スコットランドの都市である。内容は、イングランドとほぼ同一であるが、スコットランド独特の料理には、下記のものが揚げられる。伝統的なウェルシュブレックファストでは、甘海りのピューレとオートミールを混ぜて、ベーコンの油で揚げた。 レーバーブレッドが出される。この他、バターミルクに浸して食べる塩と、オートミールで作った薄いスープブルースも食べられ、ザルガイが食卓に登ることもある。アルスターフライの一イータの地域と同様に、アイリッシュブレックファストの内容は、地域、個人の思考などによって、ばらつきがある。伝統的なアイリッシュブレックファストの品目として、カキの料理が挙げられる。加えて、 アイリッシュブレックファストには、アイルランド独特の食品である、ソーダブレッド、ポテトケーキなども出される。朝食と一緒に出される茶は濃いため、牛乳も添えられる。また、メニューに含まれるベーコン、ソーセージなどの肉類は、油で炒められて供されるため、アイリッシュブレックファストは、アイリッシュフライとも呼ばれる。また、アイルランド東北部のアルスターの朝食では、大きめのマッシュルーム、 ファールを炒めたものが出される。このアイリッシュブレックファスト以上にボリュームがある朝食はアルスターフライと呼ばれる。ありがとうございます。